どうも、9月になりました舞姫大学も新しくね、秋に向かってのコンテンツ配信になると思います。今回はですね、なんとね、喧嘩を解決する方法ということでお題目動画をいただいているわけですけども、私もね、喧嘩ってものに関しましてはちょっと2つの側面に分けてお話したらどうかなと思いまして、今回の動画にさせていただくんですけども、まあどんな2つの側面にするかというと、1つはですね、まあ理論とか理屈の面ですよね。例えばお金を払いましたと、お釣りをもらいましたと、お釣りが30円足りません、でそこでおいお釣りが足りないぞ、どういうことなんだっていうふうになった時には、まあ30円お返ししないと問題は解決しないかなってところですよね。まあ、こういうふうな、まあ、誰が見ても明らかな原因があって、誰が見ても明らかな解決方法がある場合が理論とか理屈から起きる喧嘩ってことになると思います。まあちょっとね、規模を大きくするとA っていう国があって、 B っていう国があります。で、 A っていう国がちょっとだけ B っていう国のね、領域を犯して自分の国じゃないかなっていうふうに主張し始めたら、 B っていう国はおいおいちょっと違うよ、領土を取らないでくれよって感じで、この境界線を押し戻そうとするっていうところですよね。まあ、それはだから客観的にどこに境界線があったのか分かるわけですから、原因の解決も簡単かなっていうところです。ではですね、2つ目の側面にはどういうところがあるかっていうと、やっぱり人間らしいんですけども、感情的な側面なんですよね。なんかトラブルがあって一応肩がついたんだけども、謝り方が気に食わないとかね、なんとなく許しがたいとか、こういうこといつもだから腹が立つとかね、だからそうなってくると解決方法も感情に対して訴えかけることになるかなと思います。私が店をやってる時によくあったトラブルの解決方法なんだけども、お客さんがなんかね、クレームを言って怒り出した時っていうのは、実はクレームが大きな問題じゃないんですよ。お客さんとして自分の扱いに不満を持っていた時なんで、感情的にまあなんかイラッときてね、それで腹いせのために難癖をつけていくっていう例があるんですよ。その難癖につきましては問題解決は非常に単純で、その人にいい気分にしてなってもらえばいいっていうことなんですよね。まあ、ですんで、クレームを言ってきてくださった方が、大体ね、中高年の男性っていう例が多かったんで、スタッフの中で一番若いね、女の子に、まあ、例えばビールをサービスするからこれを持ってってあげてっていうふうにすると、まあ、若い女の子がね、これすいません、お詫びのサービスです、ごめんなさいねって言うとですね、まあいいんだよ、別にそう怒ってるわけじゃないんだからさって感じで、だんだんこう感情がね、収まっていくみたいな。まあ、要するに若い女の子の前で、怒り散らす姿、威張り散らす姿を見せるのはちょっとかっこ悪いなっていうふうな、その人の、まあ、自尊心にね、訴えかけるっていう作戦ですね。まあ、いつもそういうことではないんですけども、大体男性に対しては女性が対応する、女性に対しては男性が対応する。そしてですね、やっぱり自分がすごくね、権威ある人間だと思ってる方かなと思った時には、その店の責任者なりね、店長が対応したりとか、こちらの方へ別室でどうぞってやつですね。なんかね、その気になるっていう感じでね、おお、分かればいいんだよみたいな感じでなっていきますんで、まあ、感情っていうのはね、あらゆる意味で理屈に合わないんですけども、まあ、人間だから感情あるよねってことが分かればね、結構問題解決には近いのかなってところですよね。まあでもどちらにしてもね、紛争とか喧嘩ってのは商売だけで起こるわけではありません。日常生活とかふとしたことでね、さっきまで知らなかった方と揉め事が起きることもありますんで、それぞれの解決方法を考えておきたいかなっていうところですね。そのための動画として、喧嘩を解決する方法、舞姫大学の今回の動画、参考になったんではなかろうかと思います。そちらの方もね、動画リンクつけておきますのでご覧ください。それでは。